同士。はい、こんばんは。今日はね、これこの間動画でちらっと言ったんですけど、息子がソフトボールのバットをいただきました。これ2号用ですね。はい、でこれすごくね高いバットなんだって。買ったら3万ぐらいするみたいなんですけど、ありがたいことにね譲っていただいて、なんか代々受け継がれてるみたいで、でここね見てもらったら分かる通り結構ねグリップの部分が剥げてるんで、このグリップのテープを今日は貼り直したいと思います。はい、でもうねさっき俺が風呂入った間息子がもう封開けてしまってからね、でも新しいのはこれなんですけど、メーカー何だったか忘れたわ。はい、700円ぐらいでした。700円ぐらい。これを今から巻いていくんですけど、これ切れ目が入ってないな。まあいいや。でこれが最後この部分ね、この部分止めるやつ、ちょっとね幅が狭いですけど若干。はい、やっていきます。よし、じゃあまずはねこのもともとあるやつを剥いでいきます。よいしょ、巻いた方とねもう逆順でやっていけばいいんで。あ、これ結構強いな、粘着がすごい。これやっぱすごいわ、粘着が。これちぎれるもんね、ちょっと力入れてやったらねちぎれる。あ、ちなみに息子はねリビングの床で寝てます。俺が風呂入ってる間に寝てしまいました。寝落ちしてしまいました。一緒に巻こうねって言ったんですけど、あ、これ違うわ、こっからか。ん、切れ目がわからんな。いや、合っとるな。いや、これただやっぱ、ね、粘着がすごいだけだわ。あ、やっとなんかいった。よいしょよいしょ、こっからはもう、うん、やっぱ 2,3 ミリかぶして貼ってありますね。よいしょ、よし。うわ、蛇みたい。はい、こんな感じでグリップが剥ぎ取れました。今頃ここはなんかのタイカップみたいになった、タイカップじゃないわ、ありますよね、ここがなんか山になっとるやつが、グリップでもね。よし、じゃあ貼ってきます。これなんか向きがあるみたいで、こう斜めになっとるでしょ。だからバットがこうあると、右バッター用の巻き方ね、バットがこうあるとこう張っていくみたい。こっからこうスタートしてこの向きでこう、はい、じゃあやっていきます。両面テープになってるんでこんな感じで、はい、これね、でこれね、かぶり代はねなんか2ミリずつぐらいかぶらして貼っていくみたいですね。こう右下にこっちに引っ張りながら巻いていくみたいです。よし、 2,3 ミリかぶらせながらね、よし、でギュッと引っ張りながらね、映ってますか？わかる？ここ2,3 ミリこうかぶらすわけですよ。これで試合でねガンガン打ってもらいたいですけど、まあ、まだ入ったばっかりなんでね。でもそんなこと言っとられんね。ガン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 素振りしてティーバッティングして、よし、親父はそのサポートを頑張るだけです。よいしょ、ぐっと引っ張りながらね、
変なのちょっと。だいぶ負けてきましたよ。もうちょいだね。結構この辺までいっとったもんね。ここ跡がついてるけど、この辺までテープ足るんかな。これそうだね。グッと引っ張って、グッと引っ張って。うわ、ちょうどいいようにできとるね、ほんと。で、ここ最後がね、最後が、このバットのこのさっきのテープとこう、平行になるようにね、切ってやります。わかるかな？バットのここのこの線とね、平行になるように切るんだけど。よいしょ。平行難しいな。こうやって見て分かるか。こんな感じか。ちょっと今カメラ意識してやるんで片手ですけど、本当はこっちゴム持ってやればいいんですけど。あ、切れんな。これちょっとゴム持ってやる。待った。もうちょっと思い切っていかないけんな。これそして、負けました。ここは粘着がついてないの。ここまでやな。はい、であとこんな感じで、負けたんでね、あとはこの両サイド、こことここにテープを巻いて終わり。これも息子がさ、くしゃくしゃにしとりやがるけども。あ、やばやばやば、ちょっと待った、これ切った方がいいわ。ちゃんと切った方がいいわ。よいしょ。さあ、巻いていきます。よし、じゃあ巻きまーす。もうちょっと下がいいか。これぐらいか。まず、はい、まず上を巻きました。あとグリップのとこね、グリップエンドのとこ。よいしょよいしょ。やっぱこう破れとるとね、ああ、試合で
使えないみたいなんで、審判のね、審判さんの注意が入るみたいなんで、試合ももう近いですしね。はい、負けました。はい、どうでしょう、こんな感じで、はい、完成しました。グリップ、いいね。あ、やおい、うん、いいね。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、以上、息子のソフトボールのバットにテープを巻き直してみましたという動画でした。はい、終わり。かわいい。いいバットだ。